はい、こんにちは、こんばんは、葵です。今回プレイしていくのは、レズ・インフィニット。はい、先日ね、こちらの前半戦というかね、エリア3までね、生配信でやりまして、意外と苦労しまして、エリア3で1回死にましたね。で、なんとか、ね、ここまで着きました。で、4、5をこれからやっていこうと思います。こちらね、録画配信でちょっと落ち着いてやろうと思います。うん。なかなかね、生配信ではね、辛いものがあるね。うん。では、行こう。あ、その前にね、ちょっとね、前回ちょっと、どうやったら死ぬかとか、そういうルールがね、分かってなかったんで、うん。How to play をね、ちょっと覗きました。そしたらね、もうとんでもない事実がね、私全然ね、間違えてましたね。はい。はい。ゲージの意味も分かってなくて。はい。オーバードライブは大体分かってたんですけど、うん。このプレイヤーの進化というものが概念がありまして、このプログレスアイテムがね、青いやつ。これを取るとプレイヤーがね、進化する。前回あったね、左下のゲージですね。あれを満杯にすると、どこだったかな。これだ。そう。まず最初の状態が真ん中のね、ちょっと人型のもやっとした感じがレベル1の状態だね。で、1回ダメージ受けると球体になるんです。で、この球体の状態で、ダメージ受けるとゲームオーバー。で、1個上がるとこの、はっきりと人間の形にね、表現されますね。それだったんだね。だからいくらでも青いやつをね、どんどん取ってこうっていう。ことですね。で、ちょっと一応、ストーリーもあるみたいで、読んでいきましょう。増えすぎた人口、整理できないほど広がったネットワーク社会、ネット犯罪の増加に行き詰まったネットワークシステム。うん。それを打開するべく作られた新しいシステムの中枢、プロジェクト K と、その核となる人工知能エデンの誕生によってシステムは完成に近づいていった。しかし、あまりの情報量にエデンは自分の存在、すべての行為への疑問、矛盾によってスリープしてしまう。プレイヤーはシステムによってビジュアライズされた電脳空間でエデンを探す旅に出る。ハッキングによって電脳空間は様々な形状に変化していく。ウイルスに侵されたファイアウォールをハックし、エデンを目覚めさせることができるか。それはプレイヤーのハッキング能力にかかっている。うん、僕は前回一生懸命やってたのはハッキング行為だったということですね。ファイアウォール突破せよみたいな。じゃあ行きましょう。かなり難しいと思うんですけどね、これ。うん。その、プレイヤーレベルを上げるということを意識しながらやっていこうかなという感じですね。はい、ログインしました。これ、ロックオンシステムがすごい。うん、いわゆる、なんだっけ。映像と音楽の融合みたいな。これを連打すると、レイヤーレベルが1に上がる。うん。あ、この青いやつね。これと、ゲージが溜まってくるんですよ。これもこの、今当たった？大丈夫だね。だから僕知らない間に、やっぱり前回とかね。球体になってて、それでやられちゃってたんですね。進化すれば体の厚みが増してるからね。何回まで当たれるというか、3回まで当たれるというか、マックスまで進化すれば1、2、3、いや2回かですかね。あんまり考えすぎるとやられちゃうんだよこれ。考えるな、感じろっていう感じで。レベル2まで進化したいね。ミサイル前回見たことない。プレイヤーがこの動くことはできないけど、かわすことができないんで、ミサイルが届く前になんとかしろという、撃てという迎撃かね、迎撃ということですかね。手前で動いてるのがその人型になったんですね。少し進化したね。はっきりとした人間の形になった。
これ電脳空間っていうわけだね。うまい表現だ。そんな、なんだろう、侵食していく感じか。もう一段階進化したいんだけど、これ出ないね。何でもゲージが一応出てるから進化できると思うんだけど、今回のモチーフは何ていうか、中国っぽいね。なんかドラゴンとか立ってないか。これ前回ね、後から見直したら、これ僕の大好きなエジプトだったんですね。スフィンクスとかね、ホルスの目とか何気に出てますよ。すごい、やっぱり三国シックだよね。都っぽいね。そうは人のこと言ってる。ここね、トウタクが主治にクリンジャーって言ってそうな都ですよ。自分今一発当たったな。なんていうことだ。今プレイヤーレベル1ですね。すぐに2に上げなければ。やばいやばい。やばいよ。あれ取りたい。よし。当たってないよね。大丈夫？球体になったらやばいというのだけは分かった。まあ分かったからといってね、難しさに変わりはないから。お、仏像だ。もうマジなんだった。よっしゃ、ちょっと進化したい。うわ、進化したんじゃないか。進化したな。大丈夫。OK ね。まだ進化できる。できればしたい。なんかグラディウスのあれみたいに、グラディウスみたいに、なんかちょっとね、ちょっとでも貯めときたいね。やられた時のために。素晴らしい。これ VR でやったらどうなるんだろう。視覚効果がやばそうだね。どうなるの。5000、ゲージ出てるね。ちょっと行ってみよう。もう無駄打ちだったかな今の。もしかして思いました。こいつらを全部やれば核が出る。出たんじゃない。あれだ、核が出た時にオーバードライブすればよかったんだ。そうだ、絶対そうだろ。エリアの何でる。なうわ、どういうこと。これ道選べるかね。違うな。どうだろう。選べてるかも。
何も全然削れないんだけど、角まで届いてないってことか。後ろ向けばよかったんだ。そういうことだ。そうだな。すぐ戻ったのか。もう走ってる走ってる。ダミーも。どこ行った？行った行った行った。あれ、あれ全部崩すわけか。うわーっと待って待って待って、どいどいどい、いたいたいた、あれだ、どうだ、あ、どこ行った、あ、あ、どいどい、やばい、なんこれ、なんだ今のは。何が起きてるのか分かんない。やれてんのかこれは。やばい感じがするな。いるいるいる。ダメが入ってないですか。これじゃない？これじゃない？っぽいね。どこ行った？ちょい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 。これだろ。やったっぽいな。やった！エリア4ログアウト。やりました。ヘッドダウン 92%、 サポートアイテム 87%。 いや、すごいゲームですね。はい、面白い。思わずうなってしまった。トロフィーゲット、ザ・ウラヌス出ましたね。じゃあどうしようかな。エリア5行きたいけど、おそらく死ぬでしょうし、何回かリトライすると思うので、今回はここで切りたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。